はい。皆様、こんにちは。安弘です。今回は、2022年の大河ドラマ、鎌倉殿の13人の主人公、北条義時について解説します。動画を見る前に注意点が2つあります。僕は歴史の専門家ではなく、歴史が好きで勉強している素人です。なので、もしかしたら動画の内容に細かい間違いがあるかもしれません。その点ご理解いただいて、動画をご覧ください。そして、この動画の一つ前に、 平家物語について解説した動画を投稿したんですけど、えー、こちらの動画で解説した内容については、今回はかなり駆け足だったり、バッサリと省略しちゃおうと思ってますので、その点ご了承願います。はい。ということで、早速本編に入りたいところですが、今回の大河ドラマの主人公の北条義時という人が、大河ドラマの主人公としてはちょっとマイナーで、全然イメージが湧かないという人もいると思うんですよね。 なので本編に入る前にスライド1枚を使って、まずざっくりと北条義時の人生の概略を説明してから詳しい内容に入りたいと思います。ということで北条義時の概略に入りますが、まず1163年に伊豆の豪族である北条時政の次男として北条義時は生まれました。この時はまだ義時というふうには名乗っておらず、小四郎とか四郎というふうに名乗っているので、 おそらく大河ドラマでも前半のうちはこういう名前で名乗っているかと思います。ということで、1163年というのは平安後期にあたり、今後、源平合戦が行われるわけですけど、北条義時というのは源氏でもなければ平氏でもないし、朝廷の貴族でもない地方武士の次男に過ぎなかったわけですね。ただ、その小四郎の人生が大きく変わる出来事が起こります。 えー、鎌倉幕府の創設者となる源頼朝が平治の乱という戦いに負けた結果、伊豆へ流されてくるんですね。そしてその頼朝とお姉ちゃんの北条政子が結婚することによって、北条義時は源頼朝の義理の弟になったんですね。ここから義時の人生が大きく変わるということになります。そしてその後、源平合戦が始まることになりますが、その頃義時は、 え、源の頼朝の側近となっていて、源平合戦にも参加しているということになります。なので、北条義時というのは、頼朝存命中は、頼朝側近の一人に過ぎなくて、北条義時がいたから歴史が動いたとか、歴史が変わった、みたいなことはほとんどないわけですね。なので、この動画の前半半分くらいも、北条義時というよりも、むしろ頼朝の人生を解説するような動画となっているんですが、 ただ、頼朝が亡くなった後、法条義時が頭角を表します。頼朝が亡くなった後は、鎌倉幕府の中で、有力御家人たちの権力闘争が始まるわけですが、その権力闘争に勝利し、最終的に法条義時が鎌倉幕府の実権を握ることになるんですね。すごいですよね。もともとは、ただの地方武士の次男に過ぎなかったのに、最終的には鎌倉幕府の実質トップに躍り出ることになります。 そしてこの動画のクライマックスとして、上級の乱という戦いが待っています。これは朝廷バーサス鎌倉幕府ということで、北条義時は朝廷と戦った男なんですね。この戦いの結末がどうなったのかは、この動画の後半というか最後に説明しますが、だいたい北条義時の人生の概要はこんな感じになります。 はい。ということで、これはあくまでダイジェストなので、ここから早速、北条義時の人生をもっと深掘りして見ていきましょう。ということで、最初のお話、源頼朝と北条政子に入りましょう。この二人の出会いのきっかけは、1159年の平治の乱という戦いまで遡ります。この戦いについては、平家物語の解説動画でかなり詳しく解説したので、今回は結果だけパパっと言いますが、 この戦いは、平家の僧領である平清盛と、源氏の僧領である源義朝が戦って、平清盛が源義朝に勝利をしたという戦いなんですね。これによって、源氏の力は一気に衰えて、平家一強の時代がやってくるということになります。そしてこの戦いの結果、えー、義朝とその長男と次男は死亡し、 つまり三男の源の頼朝が次の着難ということになったわけですが、この時頼朝はまだ13歳とか14歳で若かったんですね。ということもあって頼朝は殺されたりせず、えー、伊豆への流罪で済まされたということになりました。伊豆というのは、えー、地図が出ましたが、この赤丸がついている部分、今で言うと静岡県になりますね。えー、ここに流され、そこに北条時政とか、その娘の北条政子がいたということになります。 いずれ流された頼朝がどのような生活を送っていたのかというと、実はそれはほとんどわかっていません。というのも、この頃の頼朝は全く歴史の表舞台に顔を出していませんので、どんな生活を送っていたか、そういうのがわかる資料がほとんどないわけですね。なので、どういう生活を送っていたのかわからないところではありますが、 まあ、ただ、今、頼朝は犯罪者として伊豆へ流されていて、監視の目も行き届いていますので、一般的には頼朝は、度胸などをしながら、おとなしく過ごしていた、というふうに考えられています。ただ、そんな頼朝が30歳くらいになった時に、とんでもない行動をします。伊豆の豪族の北条時政の娘である北条政子とイチャイチャし始めて、恋仲になって、最終的に結婚しちゃうんですね。 なぜそれがとんでもないことなのかというと、源頼朝は犯罪者として伊豆へ流されているわけで、要するに頼朝は厄介者なわけですね。なので普通娘を頼朝と結婚させたくないわけで、お父さんの北条時政もやっぱり最初は結婚に反対していたとされています。ただ最終的には結婚を認めるんですね。ではなぜ結婚を認めたのかというと、まあ、よく言われている話としては、 源頼朝と北条政子って当時としては珍しく恋愛結婚をしたということで、まあ、単純に二人の仲が燃え上がって結婚を認めざるを得なかったという側面もあると思いますし、ただやっぱりそれと同時に政略的な一面もあると思うんですね。というのも源頼朝は確かに犯罪者としていずれ流されてきている厄介者ではあるんですが、それと同時に源氏の着難でもあるわけですよね。 で、えー、北条時政というのは地方武士に過ぎないわけですが、やっぱりこの時代に生まれた男であれば、もっとビッグになってやる、みたいな野心はあるわけですよ。で、その野心を叶えるためには、えー、北条政子と源氏の嫡男である源頼朝が結婚すれば、もしかしたら今後北条一族の出世に繋がるかもしれない、というふうにも考えられるわけですよね。 ということで、まあ、ここら辺はあまり資料が残ってないので、よくわからない部分が大きいんですが、まあ、こういう恋愛的な側面も、政略的な側面も両方あったんでしょう。最終的には、源頼朝と北条政子が結婚するということになりました。これをもって、北条時政の息子、次男である北条義時は、源頼朝の義理の弟になるということになりました。この時義時はまだ15歳でした。 はい。では続いての話、源の頼朝の挙兵に入ります。頼朝が挙兵するまでの過程を解説するために、この頃、都で何が起こっていたのかを解説します。ただ、この辺は、平家物語の動画でかなり詳しく解説したので、今回は駆け足気味で解説します。まず、1177年に、獅子語の陰謀という事件が起こりました。これは、後白川法皇やその近親が平家打倒を計画したんですが、 結局、清盛にバレて粛清されちゃったという事件になります。なぜ起こったのかというと、えー、この時期にちょうど平家にあらずんば人にあらずみたいなことを言う人が出てくるくらい平家の力は絶好調になっていたわけですが、ということは平家が絶好調のせいで出世できず割り送っちゃってる貴族たちがいっぱいいるわけですよね。 でそういう貴族からすると、なんで武士のあいつらが朝廷内でこんなに力を握ってるんだよということで気に食わないわけですよね。なのでこういう事件が起きたわけですが、結局清盛にバレて、えー、近親たちは死罪や流罪となって粛清されるということになりました。ただ、さすがの平野清盛も法王には手を出せないので、この事件に法王は関係ありませんということにしたんですね。 したんですが、ただやっぱりこの事件をきっかけに、後白河法王と平野清盛の関係が悪化していくということになります。そしてその結果、最終的に平野清盛は、1179年に、自称3年の政変と呼ばれる軍事クーデターを起こして、京都を制圧し、後白河法王を幽閉しちゃうんですね。 で、その後、後白河法皇 B 期の貴族たちなんかを朝廷から追放して、そこに新たに平家の人間を置いていく、みたいなことをやって、この頃平家の力はマックスになっているんですが、ただ、それと同時に平家の独裁もとても強まっているので、平家に対する不満もマックスになりつつあった、という状況になるんですね。こういう状況の中、ついに不満が爆発します。1180年に、持ち王とと源頼政、 という人が平家打倒を計画し、諸国に散らばっている源氏などに平家打倒の領事、命令を送るということになったんですね。持人王というのは、後白河法皇の第三王子なんですけど、この人はやっぱり平家が出世しているせいで自分は出世できないみたいな感じで、平家に対して不満を覚えている人だったわけですね。そして源頼政というのは、名前を見たらわかる通り源氏なんですけど、 ただ、平治の乱以降も平の清盛に可愛がられて、平の清盛の元で働いている源氏だったわけですね。ただ、この時すでに70後半くらいのおじいちゃんになってるんですけど、やっぱり心の中では源氏に復活してほしいという気持ちがあったんでしょう。70後半くらいになって、こういう動きを見せ始めて、諸国の源氏などに平家打倒の領事を送るということになりました。 そしてそれが伊豆に流されていた源頼朝の元まで届くということになるんですが、ただ頼朝は拒、えー、兵を迷いました。それゃそうで、今平家前世の世の中なので、拒兵したところで勝てるかどうかわからない。というか勝てない可能性の方が高いわけですね。なので頼朝はすぐにやったるでーって感じで拒兵したわけではなくて、最初は政官のスタンスをとっていました。 ただ、この後、頼朝は動かざるを得ないような状況になっていきます。というのも、まず、持ち人をと源頼政が割とあっさり平家に打ち取られてしまうんですね。その結果、伊豆の治業国主、すごく簡単に言うと、伊豆を、えー、治めている人だと思っていただければいいですが、それが今まで源頼政だったんですけど、その頼政が打ち取られた結果、平の時忠に交代してしまったんですね。 つまり、伊豆の治行国主が、今までは、清盛のもとで働いているとはいえ、源氏の源頼政だったんですけど、喫水の平家の人間に変わってしまったわけですね。これによって、源頼朝や北条時政は、伊豆、もっと言うと関東における平家の勢力拡大に危機感を抱くことになるんですね。つまり、頼朝の身辺における平家の勢力が拡大したことによって、頼朝は、 このままだと自分は平家に打ち取られるかもしれないというふうに考えたということになります。そして、北条時政からしても、伊豆における平家の勢力が拡大してしまうと、伊豆における自分の立場は弱くなってしまう。ということで、源頼朝と北条時政は、お互い平家の勢力拡大を嫌ったわけですね。ということで、この二人が協力して、拒兵を決意するということになりました。 この時、頼朝は伊豆に流されて約20年経っていて34歳。そして、北条義時はこの時まだ18歳ということで、まあ、義時はまだ若いので自分の意思で拒兵したというよりも、お父さんたちが拒兵するからそれについていくという形で憲兵合戦に飲み込まれていくということになりました。ただ、拒兵して早速すぐに頼朝たちは最大のピンチを迎えることになります。 それが次の話、石橋山の戦いになります。今、頼朝たちは伊豆を出て東へ向かって、三浦一族という仲間と合流しようと行動しているんですが、ただ大雨で川が氾濫しちゃって、三浦一族がなかなか頼朝たちに合流できないという状況になっていたんですね。そういう状況の中で、今頼朝たちは伊豆を抜けて東へ向かっているわけですが、伊豆から平家軍の追っ手がやってきてるんですね。 しかも、その先の東にも平家軍がいるということで、頼朝たちは仲間と合流できないままに挟み撃ちになってしまう格好になって、平家軍との戦いに突入してしまいました。これを石橋山の戦いと言います。ちなみに、伊豆から追っかけてきている平家の軍勢というのが、伊藤助地下の軍勢なんですけど、この人は頼朝にとって因縁の相手なんですね。 ま、この辺本当かどうか怪しいところはあるらしいんですが、源頼朝って結構イケメンでプレイボーイだったとされていて、北条政子の前か同時期に伊藤助親の娘とも恋仲になっているんですね。 そして、なんと、子供まで産んじゃってるんですけど、ただ、伊藤助地下は完全に平家型の人間なので、自分の娘と頼朝が子供を作るなんてことは絶対に許せないので、その子供を殺しちゃった、みたいなエピソードがあるんですね。で、まあ、これは本当かどうかわからないところではあるんですけど、ただ、大河ドラマのキャストを見る限り、伊藤助地下の娘というのがちゃんと用意されていましたので、まあ、大河ドラマの中ではこのような話も描かれることになるんだと思います。 はい。ということで、戦いに話を戻しますが、この石橋山の戦いは、頼朝軍が仲間と合流する前に平家に挟み撃ちにあっちゃったという戦いで、平家の方が軍勢も圧倒的に多かったので、頼朝軍は散り散りに敗走することになり、この時残念ながら、義時の兄の胸時は戦死してしまっています。 そして逃げる頼朝は、ホラー穴みたいなところに隠れることになるんですけど、それを敵方の梶原景時という人が見つけるんですね。で、この時頼朝は自分の死をもう覚悟したと思いますが、なんとこの景時が、こう周りの人間がそのホラー穴に誰かいるのかって聞いたんですけど、景時は、いや、誰もいないぞって言って見逃してくれたんですね。こうして頼朝は一命を取り留めるわけですが、 今思うとすごいですよね。この時、頼朝のことを見逃してくれなかったら、この先の鎌倉幕府もなかったかもしれない。ということは日本の歴史が大きく変わっていた。ということで、まさに歴史を変える重要なターニングポイントだったわけですが、まあ、最終的に影時が見逃してくれたわけですね。では、なぜ影時が見逃してくれたのかというと、昔のお話すぎてはっきりした理由はよくわからなかったんですけど、調べたところ、梶原一族って、 今は平家全盛の世の中だから平家に従っているけど、ルーツをたどると元源氏方だったんですね。ということもあって、頼朝のことを救ってくれたんだと思います。そして、影時は、えー、藤川の戦いと呼ばれる戦いの後に頼朝に降伏するんですが、まあ、頼朝にとってみれば影時は命の恩人ですので、えー、影時のことを拾って頼朝の側近にするということになりました。こうして一命を取り留めた頼朝は、 えー、淡の国、今で言う千葉県の、えー、南部ですね、そこに逃れるということになりました。では次の話、富士川の戦いに入ります。淡の国へ逃れた頼朝は、そこから仲間を増やすために、いろいろなところに仲間を派遣したりして、えー、行軍を進めることになるんですけど、その結果最終的に頼朝軍は数万の大軍に膨れ上がることになりました。 というのも関東というのはもともと源氏が根付いていた土地になるんですが今平家の人間がどんどん置かれてしまっているわけでそれを気に食わないと思っている東国武士がたくさんいたんですねということで頼朝様の味方をするぞということで頼朝のもとにたくさんの東国武士が集まり最終的に数万の大軍になったということになりますその後頼朝は現在の神奈川県鎌倉市を本拠地に え、関東の平定を進めるということになります。なぜ鎌倉を選んだのかというと、もともと鎌倉は源氏ゆかりの地なんですけど、それだけじゃなくて、鎌倉というのは自然の要塞みたいになっていて、とても攻めづらいところだったんですね。これは現在の鎌倉市の地図になりますが、まあ、こんな感じで海と山に囲まれているので、ものすごく攻めづらい。その一方で守る方はものすごくやりやすいわけですね。 ということで、源氏ゆかりの地であり、自然の要塞である鎌倉を本拠地に、頼朝は力をつけていくということになりました。そして、こうした頼朝の動きを、都にいる平清盛が把握し、激怒するということになりました。そりゃそうで、平清盛からすると、平治の乱の時に命を取らずに、伊豆へ流せて済ませてあげた恩を忘れて、平家に歯向かうとは何事だ頼朝を討ち取れいという状況なわけですね。 ということで、清盛の孫のこれ森率いる大軍が頼朝をやっつけるために派遣されるということになり、この結果起こった戦いがタイトルにある藤川の戦いということになります。ただ、この戦いは平家物語の時も詳しく解説したように、あっけない終わり方をすることになります。今、藤川を挟んで両軍が睨み合っているわけですが、 なんと、一斉に飛び立つ水鳥の音にビビって、源氏が奇襲を仕掛けてきたぞ、みたいな感じで勘違いしちゃって、平家はほぼ戦わずに敗走してしまったんですね。では、なぜこんな情けない事態になったのかというと、まず、もたもたした新軍の間に、頼朝が勢力拡大ということで、平家の方は軍の編成を決めるのにすごい時間がかかってしまったりとか、 あと、当時は占いとか風水みたいなものが今よりも信じられていましたので、その軍の出発日を吉日にしようということで、すごい出発日を遅らせてしまっていたんですね。でもそうこうしているうちに頼朝が勢力を拡大してしまった。また、平家軍は結構寄せ集めだったのと、あと、東国ではそうでもなかったんですけど、この頃西国ではすごい飢饉に見舞われていて、えー、平家軍のモチベーションが最悪だったんですね。 ということで結局、藤川の戦いは、源頼朝がほぼ戦わずに平家に勝利するということになりました。では次の話、源義経との再会に入ります。この藤川の戦いの最中か後くらいに、源頼朝の弟の義経が頼朝軍に合流することになったんですね。 ヨシがよりともに合流するまでの話については、ちょっと昔の動画で若干クオリティが低いので恐縮ですが、こちらの動画で詳しく解説しているので、こちらをご覧ください。今回の動画ではすごくダイジェストで解説すると、まず1159年の平治の乱の時は、ヨシはまだ0歳だったんですね。なので殺されたりすることはなく、この子を将来お坊さんにしなさい。 という約束だけさせられて、義経は普通に生き延びることになったんですね。そしてその後7歳くらいになった時に、お坊さんになるために義経はお寺に入れられることになるんですが、昼間の間は平家の監視の目もあるので、普通にお坊さんになるための勉強をしているんだけど、夜になったら父の仇を取るために森に入って剣術の修行をするみたいな、そういう日々を送っていたとされていて、ちなみにこの頃ね、天狗と修行していたとか、 えー、武蔵野坊弁慶に出会ったとか、まあ本当かどうかわからない伝説がいっぱいあるんですけど、そんな感じの日々を過ごしていたんですね。で、その後、義経はこのまま寺にいるとお坊さんにさせられてしまうということで、お寺を脱出して、えー、東北の支配者である欧州藤原氏という一族のもとをこう頼っていって身を寄せることになったんですね。欧州藤原氏というと、教科書で言うと、この平泉の中尊寺金色堂というね、 金ピカのお寺で有名ですけど、こういうお寺を作ることができるくらい、えー、欧州藤原氏という一族が東北で力を握っていて、義経はそこのお世話になることになったんですね。で、そうこうするうちに頼朝が拒兵したということを知って、義経はお兄ちゃんを助けるぞということで、こう、今お兄ちゃんの元に向かってようやく合流できた。そしてこの義経が頼朝軍の大きな戦力となっていくということになります。 では、続いての話、五恩と方向に入ります。今、平家軍は戦わずして逃げるくらいモチベーションが低いので、そのまま平家のことを追っかけてやっつけるという選択肢もあったと思いますが、最終的に頼朝は、今は平家追悼よりもちゃんと関東を平定することが優先だろうということで、また鎌倉に戻って力を蓄えるということになったんですね。そしてこの頃、頼朝は初めての論考交渉を行ったとされています。 つまり今までの戦いの活躍に応じて仲間や部下たちに、えー、褒美を与えたんですね。そしてこれが鎌倉幕府を支える根本システムである御恩と奉公の始まりだというふうにされています。御恩と奉公というのはすごく簡単に言うと、奉公が頼朝の部下である御家人たちが頼朝だったり幕府のために働くこと、それに対して御恩が働きに応じて頼朝が御家人たちに 新しい所領をあげたりとか、今持っている所領を保証してあげることということになります。では、その御恩と奉公がなぜそんなにすごいことだったのかというと、これまで武士が持っている所領というのは、朝廷から任命された国士とか事業国主っていう人がいるんですけど、そういう人から与えられていたんですね。つまり、朝廷が上で武士が下という状況だったので、武士は敷いたげられていたわけですよ。なんですけど、頼朝はその状況を変えて、 武士である俺が武士に所領を与えたり保証してあげるんだというふうにしたわけですね。これによって、まだ関東限定の話ではあるんですけど、関東においては所領支配を朝廷から切り離して、独自に武士が運営するようになったわけですね。ということで、この時武士による武士のための政府、つまり幕府ですね。幕府の原型がすでに完成していたとされていて、ここら辺が源頼朝のすごいところだったわけですね。 はい。こうして鎌倉幕府の原型も完成しつつあるんですが、えー、ちょっと思い出したかのように主人公の北条義時についてお話しすると、この頃義時は頼朝の新女敬語集筆頭になっています。簡単に言うと、頼朝のおそばにいつも使えて、頼朝の身の回りのお世話をするような人ですね。その筆頭になっています。なので、順調に 出世をしているとは言えるんですけど、ただ逆に言うと、新編のお世話をする人の筆頭レベルに過ぎないので、まだ幕府の中でそれほど目立つ存在にはなっていないということになります。では、続いての話、平家の滅亡に入ります。この後、弟の源義経などが大活躍し、平家は滅亡するということになりますが、この辺の話は前回の動画、平家物語の動画でかなり詳しく解説したので、 今回は超ダイジェストで済ませようと思います。詳しく知りたい方は平家物語の動画をご覧ください。まず、源義仲という人が挙兵し、破竹の勢いで平家を打ち破って、都入りを果たすことになるんですね。えー、義仲というのは、頼朝のいとこに当たりますが、ただ、かつて親同士が殺し合った中で、頼朝とはライバル関係なんですね。この義仲が挙兵し、 え、平家を打ち破って、最終的に、頼朝よりも先に、都入りを果たす、ということになりました。すなわち、平家は、都落ちをする、ということになりますが、平家は、都落ちをする際に、平清盛の孫にあたる安徳天皇と、皇位継承の証である三種の神器を伴って、都落ちを治し、西国へ逃れたんですね。 ということで今、平家は確かに都落ちはしたわけですけど、三種の神器も天皇もあるから、安徳天皇が正当な天皇であり、俺たちの時代はまだまだ続くんだ、という状況にしたわけですね。その後、今、源義仲は、せっかく苦労して都入りを果たしたにもかかわらず、義仲の評判が都でどんどん落ちていくことになるんですね。 というのも、吉中は今、遠征をして敵をやっつけて、疲れた状態で都に入ったわけですけど、この頃、西国は飢饉に見舞われていたので、疲れているのに食うものもないということで、吉中軍がどんどん暴徒化していくんですね。暴徒化して、こう町の人たちに乱暴老石を働くような感じになっていきます。それだけではなく、吉中は、ずっと山で暮らしていたので、都の敷たりとかそういうのがあまりよくわからないんですね。 なので、好意継承問題とかにも口を出してしまうんですけど、あいつ武士のくせに何言ってんだってことで、どんどん評判が落ちていくんですね。で、そういう状況を見かねた後白河法皇が、吉仲を追放するためという意味もあって、お前西国へ逃げた平家と戦ってこいって言って、吉仲 vs 平家が始まるんですけど、この頃の吉仲軍は乱暴老関を働くくらい、えー、まとまりがなくなっちゃってますので、平家との戦いも大苦戦するんですね。 でそういう状況の中、えー、ご白川法王がついに義仲のことを見捨てて、関東で力を蓄えていた源の頼朝に接近するということになったんですね。でその結果、源の頼朝の弟などが、弟の義経などが、都に派遣されて、義経 vs 義仲が始まるんですが、これに義仲は敗れて戦死をするということになりました。これによって、宮古から義仲はいなくなって、代わりに頼朝の えー、大官である源義経が京都に入るということになったんですね。で、この義経を中心に平家追悼が始まって、一の谷の戦い、八島の戦い、壇の浦の戦いとすべて勝利し、最終的に1185年に義経の活躍なので平家は滅亡するということになりました、えー。かなりダイジェストで解説したので、詳しく知りたい方は平家物語の解説動画をご覧ください。 はい。では次の話。源義経追悼と鎌倉幕府の成立に入ります。こうして義経の活躍があって平家を滅亡させることに成功したんですが、なんとその源義経と源頼朝、つまり兄弟による対立が深刻化することになったんですね。では、なぜこんな悲しいことになったのかというと、理由は諸説ありますが、まず1点目として、梶原景時による義経批判があったんですね。 え、梶原影時というのは、石橋山の戦いの時に、頼朝を見逃してくれた人で、今、頼朝の側近となっているわけですが、影時は、義経とともに、源平合戦を戦っていたんですね。そして、義経は、戦の天才なんですけど、戦の天才であるあまり、結構こう、自由というか、勝手気ままに行動してしまうところがあったらしくて、そういうところを影時は嫌って、頼朝に対して、義経ダメですわ、という報告をしていたんですね。 ということで、頼朝は影時を信頼しているので、影時の言っていることを信じて、頼朝の中で義経の評価が落ちていくということになりました。また、義経は平家を滅亡させることには成功したんですけど、その一方で最後の壇の浦の戦いの時に、平家が三種の神器を携えて海に見投げをしてしまったので、三種の神器を取り返すということには失敗してしまって、これを頼朝は重く見たんですね。 というのも、頼朝は今、武士による政権を作ろうとしているわけですが、もちろん朝廷はそんなことを認めたくないわけですよね。なので、これから頼朝と朝廷でいろいろ駆け引きが行われるわけですけど、その駆け引きの時のカードとして、我々源氏が三種の神器を奪還しました、という事実を作っておきたいと頼朝は思っていたんですね。なんですけど、結局、義経が、 え、平家を滅亡させることには成功しましたが、ちょっと急いで平家を攻めすぎてしまった結果、三種の人義の奪還には失敗した。ということで、それを重く見た頼朝は、あまり義経のことを評価しなかった。ということになります。加えて、これが一番大きな対立の理由となっていくんですが、義経は平家を滅亡させた。ということで、褒美として、朝廷から関与を受けてしまったんですね。 実は滅亡させる前から関与は受けてしまってるんですけど、これは頼朝にとっては絶対に許せないことでした。というのも、義経というのはあくまでも頼朝の部下ですので、義経に褒美を与えるのは朝廷ではなく、頼朝でなければならないんですね。そうでなければ、武士のトップである頼朝が同じく武士である義経に褒美を与えるんだ。という、御恩と奉公というシステムが壊れてしまうわけですよね。 なので、頼朝は、義経が朝廷から関与を受けたということが絶対に許せないし、頼朝はこれが、後白河法皇の策略なんじゃないかというふうに疑っているわけですね。どういうことかというと、まあ、後白河法皇からすると、武家政権なんか作ってほしくないので、え勝手に源の義経と頼朝が対立してほしいわけですよね。 ということで、ご白川法皇は、義経に官位を与えて、義経を朝廷の方に引き込むことによって、義経と頼朝を争わせて、鎌倉幕府の力を削ぎたいというふうに考えているんじゃないかと頼朝は疑っているわけですね。で、そういうことに気づけずに弟の義経が朝廷から官位を受けてしまったということで、あいつはもうダメだというふうに頼朝は考え始めるんですね。こうして、こういう1から丸三みたいな、 え、理由が重なって、源頼朝は最終的に、もう、義経はダメだ。あいつがいたら鎌倉幕府を作る上で邪魔になる。ということで、義経を暗殺するために資格を送るんですね。ただ、結局これは失敗に終わります。こうして自分がお兄ちゃんに殺されかけたということを知った義経の方も、お兄ちゃん許さない。あいつぶっ殺すという状況になるんですね。そして義経は、法王のもとに行って、 よりともをぶっ倒せという命令を私にくださいと言います。で、これを聞いた法王からすると、よりともと義経が勝手に争って関東の力が弱まってくれれば嬉しいので、この院宣を出すに至るということになりました。ただ、残念ながら義経の味方をする勢力はほぼありませんでした。というのも、この頃ちょうどよりともと義経のお父さんである源義経の法要が鎌倉で行われていたんですけど、 そんな感じで鎌倉に御家人たちが集まって結束を強めていたので、義経に味方をする勢力はほぼなかったんですね。ということで最終的に義経は京都を出て、えー、仲間が九州にいたので九州に逃れようとするんですが、暴風で船が難破してしまって仲間たちとも散り散りになってしまうんですね。ということでここから義経はたった数名くらいしか仲間がいない状態で悲しい逃避行を繰り広げるということになりました。 一方、頼朝は、小白河法王が、頼朝ぶっ倒せという命令を弟の義経に出したということを知って、ぶち切れるんですね。で、ぶち切れて、法条時政を京都に向かわせるんですけど、その結果、小白河法王は、立場をコロッと変えて、いや、違うんだ。あれは義経に脅されて出しただけなんだよ。みたいな感じで言い訳をして、今度は頼朝方に義経をぶっ倒せという印前を出すに至ったんですね。 えー、ちなみに、頼朝といえば、後白河法皇のことを日本一の大天狗と評価していたことで有名ですが、まあ、ここら辺の話を聞くと、後白河法皇の天狗具合というのがわかると思います。こうして、正式に頼朝による義経追悼が始まるわけですが、義経が戦の天才であるならば、頼朝は政治の天才なんですね。ということで、頼朝は義経を捕まえるということにこつけて、 えー、ヨシを捕まえるためという名目で、広い範囲に守護、地頭を置くことを朝廷に認めさせたんですね。これどういうことかというと、教科書風に説明すると、守護は国ごとに置かれて警察みたいな役割をした人、地、え、頭、ー、は荘園ごとに置かれて年貢の徴収などをした人ということになりますが、要するに義経を捕まえるために広い範囲に頼朝の部下を置いて、 目を光らせておくんだということにして、広い範囲に頼朝の部下を置いたわけですね。ということで、これをもって、えー、この頃はまだ正確には全国ではないんですけど、関東を飛び越えて、より広い範囲に頼朝の力が拡大したと言えるわけですね。ということで、えー、昔は良い,い国作ろう鎌倉幕府というふうに習っていたんですけど、今はこの1185年に頼朝の力というのがかなり広い範囲に広がったから、 ということで、この1185年を鎌倉幕府の成立の年と考えるのが一般的となっています。はい、それでは次のお話、欧州合戦と源義経の最後に入りましょう。悲しい逃避行を繰り広げた結果、最終的に義経は、頼朝と合流するまでお世話になっていた、欧州藤原氏の藤原の秀平に身を寄せることになったんですね。そして秀平は、 え、よりともの勢力が東北に及ぶことを警戒し、義経を将軍に立てて鎌倉に対抗しようと考えていた、というふうに一般的にはされているんですが、ただ残念ながら義経が欧州にたどり着いて割とすぐ病死をしてしまったんですね。ということで義経は藤原秀衡という最大の後ろ盾を失うことになります。ただ秀衡はよっぽど義経が可愛かったのか、 死ぬ前に、頼朝が攻めてきたら、義経殿を総大将として、兄弟で力を合わせて戦うのだぞ、というふうに残された息子たちに伝えていたとされているんですね。これを受けた、秀平の嫡男の安平は、最初はちゃんとお父さんの言うことを守ろうとしていたらしいんですけど、ただ何度も頼朝から義経を差し出せという要求がやってくるわけですね。 ということで、最終的には、頼朝の圧力に屈し、自分から義経を襲うという選択をしました。まあ、ここら辺は本当に悩んだと思います。もちろん、お父さんの言いつけは守りたい。ただ、これ以上、頼朝に逆らうと、欧州藤原氏が滅亡させられてしまうかもしれない。ということで、その狭間で、えー、揺れて悩んだ秀平は、秀平じゃない、安平は、最終的に自分から義経を襲うという道を選んだわけですね。 えー、ということで、義経からすると、裏切られたという形になりますので、万事急須で、えー、義経は妻子と共に自害をするということで、悲しいですよね。平家を滅亡させた英雄なんですけど、31歳という若さでお亡くなりになるということになりました。しかも、欧州藤原氏の悲劇は、これだけでは終わりません。今、藤原の康平は、 えー、欧州藤原氏を滅亡させられないように仕方がなく義経を裏切ったわけですけど、ただ、頼朝の方では、君、今まで義経のことをかくまったよね、という罪で、欧州に結局大軍を派遣したんですね。そして、欧州合戦が勃発するんですが、結局これによって欧州藤原氏は滅亡するということになりました。まあ、この辺の話を聞いていると、頼朝のことが嫌いになっちゃいそうですけど、 ま、よりともの方からすると、鎌倉幕府を確かなものにするためには、東北に欧州藤原氏という巨大勢力がいては困るということで、なりふり構わず欧州藤原氏を滅亡させたわけですよね。そしてこれをもって、鎌倉幕府に対抗するような武士勢力は、この日本から消えたという状況になりました。そして最終的には、朝廷の方では、後白川法皇が最後まで、 え、頼朝に逆らっていたんですけど、その頼朝じゃないや、そのごしらか、法皇もお亡くなりになったということで、1192年に朝廷から頼朝は誠意大将軍に任命されて、これをもって名実ともに鎌倉幕府は完成したということになりました。この後は、源の頼朝に反抗できるような人がいないということもあって、割と平和な時代が続くことになります。 そして、頼朝にもついに死が訪れることになります。誠意大将軍に任命された7年後、1199年に頼朝は53歳でお亡くなりになりました。ただ、頼朝が死んだ理由、死因は歴史のミステリーということで、はっきりとしていないんですね。一応、鎌倉幕府の正当な歴史書である、あ鏡によると、落馬が原因で死亡というふうにはなっているんですが、 どうして落馬したのかとか、落馬の結果どうなっちゃって死んだのかとか、そういう詳しい話はほとんど書かれていないんですね。なので、これって本当なのみたいな疑いが結構あるということになります。また別の資料によると病気説もあったりして、まああんまりはっきりしないんですね。もしかしたら病気が原因で落馬したのかもしれませんし、その辺はよくわかっていないということになります。また、落馬や病気だけではなく、暗殺説なんかもあったりします。 どうしてこういう話が出てくるのかというと、実は、あず鏡という歴史書は、北条氏が鎌倉幕府の実権を握った後に作られた歴史書なので、基本的に北条氏寄りの記載が多く、北条氏にとって都合の悪いことは書かれていない歴史書になるんですね。そして、初代将軍の頼朝が亡くなった。 というのは、ものすごく大きい出来事だったにもかかわらず、この東鏡には、頼朝の死の前後の記載がほとんどなくて、詳しい状況が書かれていないんですね。なので、もしかしたら、頼朝って、北条一族によって暗殺されたんじゃないか、というふうに考えることもできる、ということになります。まあ、個人的には、やっぱりこの、鎌倉幕府が出来立てのこの頃に、 えー、初代将軍が亡くなっちゃうっていうのは、鎌倉幕府が崩壊するリスクがあるので、まあ、暗殺するっていうのはリスクがでかすぎるような気がするんですよね。なので、個人的には暗殺の可能性は少ないんじゃないかなとは思ってるんですが、まあ、真相はよくわかりません。よくわかりませんが、1199年に頼朝は亡くなったということになります。はい、それでは次の話、源頼家と13人の合議制に入りましょう。 頼朝が亡くなった後は、嫡男の源の頼家が二大将軍になりました。ただ、この時まだ18歳と若かったということもありますし、頼家は頼朝と違って子供の頃に苦労とかもほとんどせずに、頼朝の嫡男として順調に育てられて、すんなりと将軍になったので、ちょっと傲慢だったらしいんですね。ということで、頼家は、 私は生まれながらの鎌倉殿、鎌倉幕府の僧領である、みたいなそういう態度をとっていたとされています。そして、より家のちょっとダメなエピソードとして有名なのが、ご、えー、家人同士で土地争い、所領争いをしていたときに、より家が地図を持ってきて、適当に真ん中に黒い線を引くんですね。そして、えー、土地の広い 狭いなんてものは、運なんだから、こうやって適当に線を引いて、こっちはお前ので、こっちはお前のだ、みたいな感じで、適当にその所領争いを、より家が決めてしまったんですね。ただ、こうなってしまうと、御家人たちからすると、なぜ御家人がより家じゃないや、より友に従っていたのかというと、よりが新しい所領をくれたり、今持っている所領を保証してくれたからなわけですよね。にもかかわらず、将軍のより家がこんなことをしてしまうと、 え、俺たちが頑張って鎌倉幕府のために働いても、それに対して報いてくれないんだったら、従う必要なくないってなってくるわけですよね。ということで、若い頼家が将軍になったということで、えー、御家人たちの不満が高まっていくということになりました。こういうふうに、頼朝が亡くなって幕府が混乱している最中に、 一方、朝廷ではどうなっていたのかというと、朝廷は、まあ、正確には頼朝が亡くなるちょっと前からそうだったんですけど、言葉上皇を中心に反爆ムードになりつつあったんですね。まあ、そりゃそうで、朝廷というのは基本的に自分たちが政治を動かすべきだ。なんで武士が政治をやっているんだというふうに考えていますので、いつだって幕府の崩壊を願っているわけですね。で、今幕府は混乱しているということで、朝廷は勢いづいているということになります。 ということで、頼朝が亡くなったら早速幕府はピンチな状況になったわけですが、それを打開するためにということで、若い頼家様にこのまま任せるのはやばい。ちゃんと有力御家人13人による合議制で話を決めようじゃないか。ということで、有力御家人13人による合議制が始まったわけですね。ということで、これによって頼家の力は大きく下がる一方で、 今までは頼朝という偉大な独裁者がいたので、御家人たちはその頼朝の影に身を染めていたわけですが、その御家人たちの発言力が増すと同時に、誰が御家人のトップになるんじゃということで、権力争いも増していくということになりました。では、有力御家人13人って誰なのかというと、まず名前をバーンと載せちゃいます。この13人になります。 本当は一人一人解説したいくらいなんですが、そんな時間はないので、今回はこの後僕の動画に登場することになる左の5人だけ簡単に触れておきます。まず、北条、時政、吉時親子はもういいですよね。この2人は両方とも13人のメンバーに選ばれました。 ということで、今まで、義時の動画と言いながら、全く義時が登場しなかったわけですけど、ここから先は、北条一族がどんどん頭角を表していく。特に義時が頭角を表していく。ということになります。そして、梶原景時ももういいですかね。えー、石橋山の戦いの時に頼朝を救った男ですが、この人は早速、権力争いに巻き込まれていく。ということになります。 で、次の人は、比企義和と読みますが、この比企という名字が大事です。この後、北条一族と比企一族が最大のライバルとなって対立していくことになるんですね。ということで、そんな感じで北条と対立するのが比企義和になります。 そして最後に、大江の広本という人は、この人は武士じゃなくて、朝廷の下級貴族だったんですけど、鎌倉幕府にやってきて、その実務能力を買われて雇われている人という感じになるんですね。で、この人は権力争い云々というよりも、この動画のクライマックスである上級の乱で活躍するという感じの人になります。 はい。ということで、この13人が有力ご家人として選ばれて、合議制の話し合いによる政治体制がスタートするということになりました。それでは次の話、梶原景時の変に入りましょう。早速、権力争いが起こります。これが起こったきっかけは、結城智光という人がある日、中心二君に使えずというが、自分も出家しなかったことが悔やまれるな、と言ったことから始まったんですね。 どういうことかというと、結城智光は要するに、頼朝様が亡くなった時に自分は出家すべきだったというふうに発言しているわけですが、これを梶原景時がこっそりと聞いていて、梶原景時は、てことはあいつは頼家様には使えたくないと言っているんだな。これは謀反の気持ちありというふうに、景時は判断するんですね。ということで、そのことを梶原景時が源の頼家に告げ口をするということになりました。 そして、それをどこで知ったのか、実は、北条政子と義時には、阿波の坪根と呼ばれる妹がいたんですけど、その妹が結城智光に対して、あなたの無本の気持ちを梶原景時が頼家様に伝えたらしいですよ、ということを言ったんですね。で、それを聞いた智光は困っちゃって周りの人たちに相談するんですけど、実は、 梶原景時というのはよく残言をしていたので、梶原景時の残言への不満を持っている御家人がたくさんいたんですね。というのも、景時って御家人をこう監視するような仕事についていたので、まあ、職務上仕方がなくやっていたという面もあるのかもしれませんが、こう、周りの人の悪口をより家に言って、自分はより家に高く評価をしてもらう、みたいなことをやっていたので、まあ、かなり嫌われていたんですね。ということもあって、 たったの1日で梶原景時の排斥を求める66名の連名簿が完成して、それがより家に最終的に提出されるということになったんですね。これを受けた梶原景時は、特に言い訳とか弁明することなく、鎌倉を黙って去るということになりました。まあ、このまま鎌倉にいたらやばいと思ったんでしょうね。鎌倉を去って、つてがあったので京都を目指すんですが、その京都を目指している最中に、 北条時政の所領で襲撃に遭い梶原景時は、死亡しているんでですねではこの事件って結局何だったのかということを考えると、梶原景時という権力者が亡くなって、他の権力の座を握っているじゃないや、狙っている人からすると嬉しいという出来事なわけですよね。 なので、この事件って実は黒幕がいるんじゃないかというふうによく考えられるわけですけど、その黒幕として有力なのが、やっぱり最終的には、北条時政の所領で亡くなっているということそして思い出してほしいんですけど、この事件のきっかけに、阿波の坪音という義時の妹、北条時政の娘が関わっているわけですよね。なので、この梶原景時の変というのは、北条氏の策略によって、 え、かじわらときを鎌倉から追放し殺したんじゃないかと考える説が割と有力となっています。はい、こんな感じで真相はよくわからないところもありますが、え、かじわらときという権力者が亡くなりましたが、まだまだ権力争いは続きます。鎌倉幕府の前半はずーっと権力争いです。ということで続いての話、比企吉和の変と源の頼家の死に入りましょう。 ここら辺話が複雑なので、家系図を使って説明します。まず、北条時政がいて、その子供に政子義時、そして先ほど登場した阿波のつぼねがいます。そして政子が頼朝と結婚して、2代将軍の頼家が生まれたわけですね。そしてその弟に、ちょっとネタバレになりますが、後に3代将軍となる源の実朝がいるという感じになります。 そして、より家にとってみれば、北上氏というのは母方の実家になりますので、えー、源のより家と北上氏はすごくつながりが強かったんだな、と考えられるわけですが、実はそうではなかったんですね。どういうことかというと、この時代、偉い家に生まれた子供は、生みの親とは別に育ての親がいるというのが結構よくある話なんですけど、そんな感じで源のよりも、 引きの尼という育ての親がいたんですね。要するに、馬ということになりますが、ということで、源頼朝は、北条氏と同じかそれ以上に、引き一族とのつながりが強かったんですよ。そして引きの尼には、養子となった引き義和ということで、あの、有力御家に13人のうちの一人ですけど、引き義和という養子となった息子がいるんですね。で、この引き義和の娘が若さのつぼねという人なんですけど、 この人と頼家が結婚し、一万という長男まで産んでいたんですね。しかもそれだけではなく、引きの尼には何人か娘たちがいるんですけど、その娘たちが頼家のことを育てていたんですね。つまり、源の頼家というのは、確かに北条政子が生みの親ではあるんですけど、結婚相手も引き一族だし、育ての親も引き一族だし、ということで、二代将軍の源の頼家は、 北条ではなくて、比企一族とのつながりが強い将軍だったわけですね。こういう状況に、北条氏は大きな危機感を抱きました。なぜなら、このまま行くと、より家の息子の一万が三大将軍になりますので、ずっと比企一族が、えー、鎌倉幕府の中で権力を握り続けてしまうからですね。なので、北条氏は、どうにかしてこの状況を変えないと、というふうに考えて、ある作戦を思いつきます。 それが次の将軍を源頼家の子供の一番ではなく、弟の佐根友にすればいいんだという作戦なんですね。なぜなら頼家は引き一族に育てられましたが、佐根友は阿波の壺、ね、つまり北条が育てた人間だったわけですよ。なので佐根友の方を三大将軍にすれば権力の座が北条の方にやってくる。 まあこの頃まだサネモは10歳くらいで本人の意思はないわけですけど、まあ、だからこそサネモを操り人形にして北条一族が権力を握れるというふうに北条氏は考えたわけですね。はい、という感じで次の将軍の座をめぐって、えー、北条一族と比企一族が権力争いをしているというような状況になります。 こういう状況の中で、二大将軍の頼家が10秒にかかり、いつ亡くなってもおかしくないということで、実際に次の将軍を決めておかなければならないという事態に陥ったわけですね。で当然、引き一族は、頼家の息子の一万が頼家から全てを引き継ぐと思っているわけですが、実際は北条氏の働きかけによって、 一万が東国を、三重友が西国をという形で、頼家の息子と弟で半々の形で将軍をやりましょうというふうに決まってしまったんですね。もちろん引き一族はこの状況を聞いて、おいおいふざけんじゃねえと思うし、実は重病になっていた頼家も奇跡的に体が回復しているんですけど、体が回復した頼家もこういう話を聞いて、 やっぱり、頼家としてみれば、息子の一万が次の将軍となって全てを引き継ぐと思っていたので、おいおい、なんでこんなことになってんだよ。ふざけんじゃねえと思うわけですね。ということで、引き義しと源頼家は、ついに、北条を許せねえ。あいつらぶっ倒そうぜ。というふうに計画を立てます。 ただ、そんなことあるって感じなんですけど、この二人が北条追悼の計画をしていたところを北条政子がたまたま聞いたというふうにあず鏡ではなってるんですね。そんな感じで計画を知った北条政子はお父さんの時政に何かこんなことになってるんだけどと相談することになりました。計画を知った時政はだったらこっちから先にやってやるということで引き吉和を理由をつけて館に招きました。 で引きよしかずからすると、今話してたばかりの計画が相手に漏れているとは思えないし、ここで行かなかったら逆に疑われるだろうということで館に行くんですが、これはやっぱり罠で、北条時政の館で引きよしかずは殺されるということになりました。しかもそれだけじゃないんですね。えー、時政の息子の北条義時などが中心となって一万の館を襲撃しているんですが、これによって引き氏は滅亡し、 まだ6歳とか7歳くらいで本人には何も罪がないわけですけど、頼家の息子の一万も死亡するということになりました。ということでね、まあかなりドロドロの権力闘争に北条が勝ったということになるんですが、この辺大河ドラマでどうやって描くんでしょうね。やっぱり主人公の北条義時のことはあまり悪く描けないと思うんですけど、まあ、どのように大河ドラマで描かれるのか楽しみです。 はい。ということで、今、源の頼家にとってみれば、息子も殺されたし、しかも、えー、後ろ盾であった引一族もいなくなった、ということで、最悪な状況なわけですよね。ということで、北条が牙を剥いて、えー、源の頼家は北条の手によって、無理やり出家させられて、将軍を辞めさせられてしまうんですね。 で、今、お寺に遊兵されるような形になってるんですけど、そこからしばらくして、源頼家は入浴中に誰かに暗殺されて、たったの23歳で亡くなってしまったんですね。で、あず鏡によると、誰が暗殺したのかっていうのはよくわからない書き方がされているわけですが、まあ、一般的には、北条の手によって暗殺されたんだろうと考えるのが、えー、有力な説となっています。 はい。ということで、なんかずっとドロドロの権力闘争で嫌な感じですけど、まだまだ権力闘争は続きます。続いての話、巻死事件に入りましょう。今、頼家が暗殺されたというか、まあその暗殺される前から三大将軍が決まるわけですが、もちろんそれに源の実朝がつくことになったんですね。ただ、この時まだ12歳で実朝は自分では政治ができないので、結局、北条時政が権力を握り、初代執権となります。 執権というのは将軍を補佐するポジションということになりますが、まあ、実質的に補佐というよりも、えー、将軍に代わって幕府の最高権力者となっていくんですね。ただ、人間、やっぱり権力を持つとちょっと変わってしまうんでしょうか。ここから北条時政が怪しい動きを見せ始めるんですね。また家系図を用意しましたが、えー、時政の子供として政子義時がいて、政子と頼朝が結婚しています。ただ、政子と義時は、 自分の生みのお母さんはもう亡くなってしまっていて、北条時政は牧の方という若い交際をもらっていたんですね。で、この牧の方の娘が平賀智政という人と結婚しているんですけど、この平賀智政という人は、苗字が平賀なのでちょっとわかりづらいですが、もともと源氏なんですね。 で、しかも、頼朝の養子になっているので、この平野、平野じゃないや、平賀ですね。平賀友政は、将軍になろうと思えばなれる血筋なわけですよ。なので、牧の方からすると、自分の娘、婿が将軍になれるかもしれない。ということで、だんだんとそういう妄想というか、野心を抱いていくことになってで、時政は牧の方が可愛いあまり、そういう牧の方に協力するようになっていくんですね。こういう状況の中で、事件が起こります。 平賀友政が畠山という御家人と酒の場で喧嘩をしちゃったんですけど、それを平賀友政が牧の方に報告して、えー、宝時政も知ることになるんですね。で、宝城時政は牧の方を可愛がるあまりに、えー、自分の息子の義時に畠山討伐を命じるんですが、あず鏡によると、北条義時は、まあ、畠山と仲が良かったということもあって、 いやいや、畑山が、そんな謀反の気持ちなんて持ってるわけないですよ、お父さん。それは、牧の方の残言ですよ。という風うに、畑山討伐に反対したらしいんですが、ただ、時政の姿勢があまりに強硬だったので、しぶしぶお父さんに従って、畑山を討伐し、滅亡させたとされているんですね。ただ、この事件をきっかけに、というか、まあ実はそれより、ちょっと前から、 北条義時と政子はお父さんの交際の牧の方ってちょっとやばくないって感じにはなってたらしいんですけど、この事件をきっかけに本格的に牧の方と牧の方に操られてしまっているお父さんは幕府にとって危険だというふうに北条義時と政子兄弟が考え始めるというふうになりました。こういう状況の中、またまた事件が起こります。ある時三大将軍の実友が 北条時政の館に泊まったことがあったんですけど、その時に北条時政が源の実朝を暗殺し、平がと政を将軍にしようと計画を立てているということがなんかどこかから漏れてしまって、義時が知るに至るんですね。それで義時がもうお父さんはダメだということで、周りの有力御家人たちも協力して、 最終的に北条時政、牧の方を鎌倉から追放し、伊豆へ遊兵するということになりました。これを牧氏事件と言います。こうして北条義時は、もともと地方武士の次男に過ぎなかったわけですけど、ついにお父さんから執権の座を奪って二代目執権となり、43歳にして鎌倉幕府の実権を握るに至ったということになりました。 まあ、このキシ事件に関しては、ちょっとね、北条義時にとっては都合が良すぎる結果となっているので、なんか怪しい感じもしなくはないですが、まあ、いずれにせよこうして、北条義時は二代目執権になって、で、ちゃんと義時はやっぱり政治をする能力は高かったみたいで、こっから約10年間くらいは比較的平和な時代が続くということになります。 まあ一つだけ和田合戦というね、大きな戦いがあったんですけど、それはちょっと割愛して、それを除けばずっと平和な時代が続くということになります。ただ、約10年くらい経って、とんでもない事件が起こります。ということで、続いての話、源実朝の暗殺に入りましょう。北条義時が執権をやっている間、ずっと源実朝が将軍なわけですが、ただ、源実朝は自分は操り人形だということをもう悟ってしまっていましたので、 えー、サネトモは、和歌に熱中して、全然その武士らしいこととかはせずに、都に憧れて、なんかこう、蹴りをやったりとか、和歌に熱中したりとか、そういう感じの日々を送っていました。そんな感じで、源のサネトモは、全然武家の統領らしくなかったわけですが、そのおかげで、朝廷というか、言葉上皇との関係はすごく良好で、可愛がられて、どんどん官位をもらうことになったんですね。ただ、えー、周りの御家人たちは、 将軍のサネトモ様は、ちょっと武芸とかにもね、全然励まなくて、武士の統領らしくないし、朝廷にも近づきすぎなんじゃないか、ということで、ちょっと危機感を覚えるんですね。そこで、大江の広本という人がサネトモにさりげなく、あんまり官位をもらいすぎるのはどうかと思いますよ、みたいなことを忠告するんですけど、それに対してサネトモはこのように答えたとされています。 賢治の政党は私で途絶えるだろうから、高い階に登り、加盟をあげたいのだ、というふうに答えたとされているんですね。どういうことかというと、佐ネには子供がいなかったので、佐ネが死んでしまうと、源頼朝の血統はそこで途絶えてしまうんですね。だからその前に少しでも高い階に登って、加盟をあげておきたいのだ、というふうに佐ネは言ったわけですが、実際にこのように考えていた佐ネが暗殺されて、 え、よりともの血統が途絶えるということになります。えー、今、官員をたくさんもらっているということで、サネトモは、右大臣という、とても高い官位をもらうことになったんですが、その官位のお祝いの儀式みたいのを、えー、鶴岡八幡宮という鎌倉市の、えー、神社で行っていたんですけど、その際に、九行という人に、サネトモは突然暗殺されるということになってしまいました。サネトモを切るときに、九行は、 親の仇はかく打つぞと言ったとされています。これどういうことかというと、実は九行は二大将軍源頼家の忘れ方見、息子の一人だったんですね。で、源頼家というのはすでに説明したように、北条の手によって殺されてしまった将軍なわけですが、その北条が担ぎ上げて将軍になったのがサネなわけですよね。ということで、親の仇と九行は言っているのかもしれませんが、 ただ、サネトモというのは、北条の操り人形になっているだけなので、サネトモが殺されるのってなんか可哀想というかね、なんか違うなーって感じがしなくもないですよね。ということで、実は苦行の裏には苦行のことを操っていた黒幕がいるんじゃないかというふうに考えることもできるわけですが、残念ながら苦行はその日のうちに撃たれてしまったので、えー、黒幕がいるのかもしれませんが、そういう真相は闇に包まれてしまったということになります。 黒幕が誰なのかについてよくある説を紹介すると、やっぱりよく言われているのは、北条氏による源氏透滅説ということで、源氏の血統を完全に途絶えさせることによって、幕府を完全に乗っ取ろうと北条氏がしたんだ、という説があったりします。というのもこの時、北条義時はものすごく怪しい行動をとっているんですね。 実は、義時はこの儀式に参加するはずだったんですけど、突然当日になって、なんか体調悪いから別のもの変わってくれないかと言って別のものに変わったんですね。でそのものが、法上義時の代わりに殺されてしまっているんですよ。ということは、法上義時ってもともとこの計画に関わっていたんじゃないのということで、法上氏による現時透滅説が結構、えー、有力だったりするんですね。でその他には、 三浦氏による北条打倒説ということで、三浦氏という有力御家人が北条をやっつけるためにこういうことをやったということで、まあ、本来であれば義時が死んでいたはずですからね、こういうことをやったという説だったり、後鳥羽上皇による幕府転覆説だったり、あとは黒幕なんていなくて単純に苦行が野心から暴走したんじゃないかって説だったり、いろいろあるんですが、ここら辺の真相は全て闇に包まれてしまったということになりました。 ただ、とにかく、サネトモが死んでしまったというね、えー、悲しい事態になりました。はい。ということで、いよいよ今回の動画のクライマックス、上級の欄に入っていきます。今、サネトモが亡くなってしまったということで、次の将軍を決めなければならないわけですが、ただ、頼朝の血筋はもう途絶えちゃったわけですよね。かといって、御家人の中から選ぶとなると、権力闘争が繰り広げられるのは目に見えていますので、 えー、幕府は形だけでいいから皇族を将軍に迎え入れて、まあ今まで通りその皇族将軍を操り人形にして、我々有力御家人で幕府を運営していこうというふうに考えるわけですね。そこで幕府は朝廷に対して、まあ具体的に言うと言葉上皇の王子を鎌倉にやってくれないかというふうに交渉しているんですが、ただすでにお話ししたように基本的に朝廷というのは武士の力が弱まってほしい、 勝手に幕府なんて崩壊してほしいと思っていますので、えー、朝廷はこれに対して、ちゃんとした回答せずに、うん、どうしよっかなみたいな感じでずっとじらし続けるんですね。こういう状況の中、今幕府が混乱中で弱っているということをよくわかっている言葉上皇は、挑発的な行為に出るんですね。幕府に対して、 皇族将軍の件だけど、私の愛する女性の所領の児頭を首にするんであれば、考えてあげてもいいよ。みたいなことを幕府に言うわけですね。ただ幕府はこれが許せないわけですよ。というのも、鎌倉幕府の基本システムというのは、どこまで言ってもゴーンと奉公なんですね。なのに、朝廷に言われたからという理由で、児頭に任命した人を首にしてしまうと、ゴーンと奉公というシステムが崩壊してしまうわけですよ。 それを分かってるからこそ、言葉上皇はこういうことを言ったんだと思いますが、とにかく幕府は、ご恩と奉公が崩壊するため、これを拒否するんですね。で、それの仕返しというわけではないと思いますが、えー、1000人くらいの軍隊を引き連れて、京都に行って、ちょっと高圧的な態度をとったりもしてるんですね。ということで、こんな感じで皇族将軍の権をめぐって、朝廷と幕府の関係がめちゃめちゃ悪化していくということになりました。 こういう状況の中、ついに後鳥羽上皇が倒幕を始めます。まず、ヤブサ大会を開くぞという口実で諸国の兵を集めたんですね。そして、在京御家人ということで、鎌倉幕府の人間なんだけどえ、京都で働いているという人もたくさんいるわけですが、こういう人の大半は裏切って朝廷側を味方することになったんですね。まあ、そりゃそうで、やっぱり誰だって朝廷の敵にはなりたくないわけですからね。 まあ大半の人は裏切るということになります。まあ、中には裏切らない律儀な人もいたんですけど、そういう新鎌倉派の人はどんどん粛清されるということになり、都のムードは完全に幕府をぶっ倒すぞというムードで固まったわけですね。そしてついに、え、後鳥羽上皇が北条義時追悼の戦時を出し、これをもって幕府は俗軍になったということになりました。 ということで、幕府は創設以来最大のピンチを迎えることになります。なんて言ったって、今度の敵は朝廷ですからね。朝廷の最大の武器は兵力ではありません。権威です。朝廷が幕府は悪だから滅ぼせと言った瞬間に幕府は悪になり、朝廷に味方をすることが正義となりますので、このまま幕府は滅ぼされる運命かのように思えたんですが、それを救ったのが当時天将軍と呼ばれていた 北条政子の演説でした。北条政子は御家人たちを集めてこのように言ったんですね。ちょっと文字がちっちゃくて読めないのでメガネをかけましたが、昔、東国の武士たちは裸足で京に登り、無理やり働かされていました。でも、頼朝様が鎌倉に政権を作ったことで、そのようなことはなくなりました。頼朝様の御恩は山より高く、海より深いはずです。 なのに、その恩を忘れ、幕府を滅ぼそうとする者たちが現れました。今こそ、頼朝様の恩に報い、幕府のために戦う時です。もしこの中に朝廷に味方をする者がいるなら、まず私を殺し、鎌倉を焼き尽くしてから行きなさい。というようなことを、政子は言ったとされているんですね。で、これを聞いた御家人たちは、昔の朝廷に敷いたげられていた悲しい時代を思い出すと同時に、 そういう時代を頼朝様が変えてくれたという頼朝への感謝の気持ちをまた思い出すことになったんですね。えー、こうして御家人たちは結束されて今俗軍となってしまっているわけですけど、それでも幕府を守るために朝廷と戦うんだというふうに御家人たちが一致団結したということになりました。ただ、北条政子の演説で一致団結はしたわけですが、 やっぱり朝廷に弓を引くというのは恐ろしいわけですよね。なので、えー、京都に攻め込むというよりもむしろ鎌倉の付近で防御に専念すべきなんじゃないかという慎重論が幕府の中で優勢となっていきます。ただこういう状況に反論する人がいました。それが有力御家人13人にも選ばれていた大江の広本という人になるんですけど、この人は自分が元貴族だからということで貴族のことがよくわかっていたんでしょうね。 大江の広本は、防御に専念し、戦いが長引くと、朝廷になびく者が必ず出てきます。だから、直ちに今日に向かって、こっちから積極的に攻撃を仕掛けるべきだ。というふうに、大江の広本は提案したんですね。そして、執権の北条義時は、大江の広本のこの意見を採用し、防御に時間がかかってしまうと、 あれこのままで大丈夫かなという風うに朝廷に裏切る奴が必ず出てくるから、それだったら考える暇を与えず、さっさと攻撃に専念しようと考えるわけですね。ということで、えー、自分の息子の嫡男の安時を総大将とする軍勢を京へ送りました。で、実際に軍が動いてしまえば、もう迷う暇はないので、どんどん軍が膨らんでいって、最終的に京に向かって19万機もの大軍が派遣されることになるんですね。 で、一方、朝廷の方は、幕府軍が京都に攻め込むということを、それほど真面目に想定していなかったんですね。というのも、朝廷の方は、義時をやっつけろという命令を出した時点でもう我々が正義なんだから、えー、関東の御家人たちは幕府のために戦わないだろうというふうに高をくくっていたんですね。なんだけど、予想以上に幕府の御家人が結束していて、京に向かってきて最終的に、 幕府軍が上級の乱に勝利し、言葉上皇は島流しになるということになりました。こうして、この上級の乱に鎌倉幕府が勝つことによって、この先の朝廷に対する武家政権の優位が確立し、1868年に江戸時代が終わるまでずっと続くということになるんですね。だから、本当にすごい戦いですよね。この上級の乱というのは。この戦いで鎌倉幕府が敗れていたら、 えー、そこで多分一旦ね、武家政権は終了していたと思われるので、そうなるとそこから先の日本の歴史は大きく変わっていたわけですね。ということで日本の歴史の中でも特に大きなターニングポイントだったわけですが、えー、この戦いに北条義時率いる鎌倉幕府が勝利をするということになりました。はい、ということでとても長い動画でしたが、いよいよ終わりになります。この上級の乱の3年後、1224年に、 えー、北条義時は62歳で急死をし、お亡くなりになるということになりました。死因は病死だと考えられているようですが、あまりに急な死だったため、暗殺説なんかもあるようですね。ただその辺はやっぱりよくわかっていないということになります。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか正直僕は次の大河ドラマの主役が北条義時ということを知ったときに、えー、北条義時ってことは鎌倉時代の人だよな。 でも何をやった人だっけすごい地味な人を選んだな、と正直思ったんですね。ただ今回のこの北条義時の勉強をしていて、ああ、やっぱり大河ドラマの主役になるだけある人だな、と思いました。というのも、源頼朝が武家政権の生みの親だとしたら、北条義時は上級の乱で朝廷に勝つことによって、武家政権を確立した人と言えると思うんですね。 まあそう考えると、北条義時が日本の歴史に与えた影響というのはものすごく大きいので、まあ、大河ドラマにね、選ばれても、こう、不思議ではない人物だなと思いました。ただ、そう思うと同時に、えー、権力闘争の過程をいろいろと説明したと思うんですけど、そこら辺って北条義時の闇を感じる話が結構たくさんありましたよね。なので、そこら辺をどのように描くのか、僕もこの鎌倉殿の13人を楽しみに待っている。 という感じになります。はい。ということで、この動画も終わりになります。えー、この動画をご覧いただいて、歴史って面白いなとか、鎌倉殿の13人を見てみようとか、なんかね、そういうことを思っていただけると、とても嬉しいです。そして、この動画がおそらく年内最後の動画の投稿となっているかと思います。えー、来年もこんな感じで、まあ、かなりマイペースな投稿ペースにはなってしまうと思うんですが、 まあ自分のできる範囲のペースで動画を投稿していきたいとは思っていますので、もしよろしければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。それでは毎度のことながらものすごく長い動画になってしまいましたが、こんな動画をね、最後まで見ていただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。